第16半球は半球フェリーが運行していたフェリー。当初は西日本フェリーのつくしとして就航。後に鎌関フェリーでも就航した。西日本フェリーの第一線として神田造船所で建造され、1973年4月に神戸神田航路に就航した。1975年3月、西日本フェリーが航路を譲として解散。 阪急フェリーに継承され、第16阪急となり、1975年4月28日からは、神戸小倉航路に就航した。ニューヤマトの就航により、1983年10月16日に引退した。その後、韓国の釜石フェリーに売却され、フェリーが混ぜとして、就航した。浜湯の就航により、 カンフフェリーから移籍してフェリーが混ぜきとなった両船の第17半球と交代して1999年2月に引退した。その後、1998年11月に海外売船されギリシャのミノアンラインズへ売却されスタートレーラーとして就航した。2004年セオスフェアリーズに売却されパナギアクリムネティサとして就航した。2008年 セオスフェアリーズが倒産したため、ピレウスで競載された。2011年10月、スクラップとしてトルコへ売却され、アリアガで解体された。ありがとうございます。